カオン YouTube プレゼンツユークサラストの YouTube。 はい、皆様どうもおはこんばんちはということで YouTube ボリューム111のお時間でございます。お相手のユークスターダストでございます。本当にね、いつもありがとうございます。今回も見えるラジオ感覚で見て聞いていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでもね、今日はもうやっぱり嬉しいお話からいきたいと思うんですけれども、やっぱこの話題に触れなければいけないでしょうと、今回はということで、ビーズニューシングルレッドですけれども、ビーズニューシングルレッドね、こちらの方がオリコン1位ということで、今日はねその話題に触れたいと思っております。では、ね、トントントンといきたいとは思うんですけれども、もうやっぱこれを話す前にやっぱね、もう一つコーナー、ワンコーナー欲しいよね。そうだよね、まあ、いらなくても突っ込んじゃうけどね。うん、じゃあ今回はね、久しぶりに冒頭ボケのコーナーを、いきたいと思っておりますね。ここしばらく一言言わせてとかだったので、たまに、ボケてみようかなと思いますけれども、じゃあね、今回はこのレッドね、ビーズのレッドのオリコン1位のお話をすると言いながら全然違う作品を紹介したいと思います。ではいいですか、準備はいいですかね、スタンドも準備いいですかと、アリーナも準備いいですかということでいきますよ。では、ビーズレッドを紹介すると言いながら全然違う、作品を紹介します。ではこちらになります。ででででーんででででーんででででーん、なんだそれ、お分かり、お分かり、書いてるのこれお分かり、危ないデカザ・ミュージックオリジナルサウンドトラックコンプリートボックスということで、これね、もともとね、刑事ドラマだったんですけれども、そこから映画になりました危ないデカの映画版のサウンドトラックのコンプリートボックスということでね、危ないデカ、またまた危ないデカとかね、いろいろありましたけども、ね、反対になってますけども危ないデカですね、こちらはまたまた危ないデカで、最も危ないデカで、さらに、見えづらいですけども、危ないデカリターンズということでね、この4部、映画4部作がですね、一つのコンプリートボックスということでね、こういったのがございます。まあなんで今日これなのかなというところなんですけれども、今ね、この危ないデカ最新作を今撮影中なんですね、実はね。で、今の人はね、危ないデカって知らないと思うんですよ。でこれまあ中の方に入っている、ブックレットなんですけれども、危ないデカといえばね、タカとユージのコンビなんですね、柴田恭平さんとね、舘ひろしさん、まあ、こういった感じになってますけども、これ危ないデカの当時のポスターの、ものですね、お分かり、舘ひろしさんとかね、柴田恭平さん、あと浅野敦子さんとかね、風間徹さんね、かっこいいっすよね、渋いっすよね、いいっすよね。でさらに何を言いたいかと言いますと、このね、特に、まあ、柴田恭平さんもそうなんですけども、舘ひろしさんがね、よくビーズのライブに、来ております。もともとね、舘さんっていうのは、ロックバンドの出身だったりもしてるんですけども、まあ、そういうのもあるんでしょうね、ビーズのライブジムの方にいらしていただいたりとか、お花を送っていただいたりとかですね、もう今年のライブでももうお花が届いていたりもしております。本当にね、まあ、そういうつながりとかもありまして、やっぱりじゃあここでは言っておかなきゃいけないかなとね、ビーズのファンとしてね、舘さんも上げておかないとこれはまずいだろうなということで、危ないデカのね、これを引っ張り出してまいりましたということでね、これまあ限定版ということで、これシリアルナンバーとかも入ってるんですけれどもね、本当にね、この映画も来年公開ということで非常に楽しみにしておりますということで、では本題の方に入っていきましょうかね、危ないデカもぜひともよろしくお願いしますということで、本当に今の人は知らないよね、今の人は知らないと思うけども、うん、本当こうやって見るとね、ちょうど、まあ、見開きになっちゃいますけども、いいですね、浅野敦子さんとか若いですもんね、風間徹さんとかもそうですけれどもね、もうこういう時代ですよ、古き良き時代と言いますか、なんと言いますかね、もうね、もうこうやって見るともう亡くなってしまっている方とかもいらっしゃいますけども、まあ、残念なところではありますが、そういった感じで、そういった感じってどういう感じやの、ね、いろいろ、まあ、こういったのも載っておりますけどもね、はい、ということで、まあ、あとは舞台が横浜ということで、横浜犯罪マップなんてね、ついていたりもしております。
ということで、では、行きましょうか。出ましたよ、これ。なんか、ウィキペディア的な感じですけどもね、あいうえお順になってまして、今見たら、かのところに仮面ライダーってありますね。こう、つながっていくんですね。やっぱり、こう、好きなものがつながっていくと。なかなかいいんじゃないですか、この、ね、タカの愛用獣ってことでね、いろいろ書いてますけどもね、どうでもええや、もうどうでもええわ、この話。ということで、危ないデカ、好きな人は、ぜひとも来年公開、ね、最新作、危デカもね、要チェックということで、いきましょうか。自己納得、自己納得ですね。ということで、今回は危ないデカのサウンドトラックのね、コンプリートボックス、こちらの方で、一回ボケてみました。では、本題の方に入っていきましょう。はい、ビーズのニューシングルレッドですね。こちらなんだかんだ言いましてもね、この間の、ライブジムの、味の素スタジアムですね、そちらの方に、まあ、参戦してまいりまして、6月13、14と両日、ですけれども、その時のね、記念というか、限定のこういったね、ステッカーも会場限定でありましたけども、これを買うためにだけですね、持っていなかった通常版も買ってまいりまして、結局3種類が揃ってしまったという、感じになっておりますけれどもね、こちらの方が初回限定版 CD プラス DVD、 あと、まあね、通常版は CD オンリーと、あとは、こちらは赤版ということでね、残念ながら CD の方にはサインはありませんでしたけれども、まあね、全部揃ってしまいましたが、ね、こちらの方が6月22日付のオリコンチャートですね、22日月曜日付のオリコンチャートの、ウィークリーチャートで、オリコン初登場1位ということで、48作連続、すごいね。1990年の5枚目のシングル太陽のコマチェンジェルから続くということでね、それ考えるとやっぱりもうあれからだからもう25年ですよ。25年間ずっと1位をキープをし続けているという、すごいよね。2位とかならないんだもんね。やっぱりファンとしては嬉しいところもありますけれども、売上枚数からいきますと、今回は、発売1週目で、157,073枚という、結果になっております。前作よりも、好調ということでね、まあこれ3種類も出てますし、1曲入りというのもありましたからね、買いやすかったところもあるんですけれどもね、で、157,073枚ということで、最後の3枚ってこのまさにこの3枚だもんね。この3枚これね、私買ってなければ157,070枚だったところにこの3枚が入って、73枚になったという、感じですけれども、今回のね、このやっぱレッドという曲は何だろうかね、すごく味出ますよね。すごい残るんですよ、頭の中に。独特なんですよね。イントロからだって普通と違うじゃないですか。今までと違ってバンジョーから始まるっていうね、本当にこちらのね、限定版、初回限定版の方の DVD の方も見ていただいても分かると思うんですけれども、でミュージックビデオもまたかっこいいという感じでね、全体的な、まあビーズはビーズなんですけども、雰囲気も全く違うので、なんかすごく新鮮だなと思っておりました。前作のね、有頂天も、まあ、ビーズサウンドではあったんですけども、またそれとも違った感じのね、これはやっぱり聞き応えのある一曲だったなと、思っていたりもしております。ということで、まず無事にこちらのレッドがね、オリコン1位を取れたということもありましたので、今回はその話題に、簡単ですけども触れてみました。はい、ということでね、この番組では、番組に対する、メッセージなんかを募集しております。でね、今ライブの方もね、ライブジムの方も後半戦始まりましてね、さらに、追加公演もね、ZEP の方も4カ所増えておりますのでね、また、B'z の方も盛り上がっておりますけれどもね、そんな中でね、やっぱりツイッターなんかとかでもね、お話しいただいたりとかして非常に、嬉しいなと、思っておりますね、またステッカー作ってみたりとかね、ポストカード作ってみたりなんていうね、そういった報告もいただいておりましてね、非常に嬉しいなと思っております。ということで、この番組ではそういった感じでね、メッセージなんかも募集しております。でまたね、このライブの方にも参戦しましたので、正直私はもうこれでもう今年のライブに関してはもう終了と
ということになりました。あとあとね、ライブの方が終了してからライブレポートなんかも、動画の方で作ってみたいなとは思っております。うん、会場その日によってのね、あの日替わり曲とかもあったりしましたので、ね、今まだ行ってない人にとってはまだ今言ってしまうとネタバレになってしまうと思いますので、後々、ライブが終わってからね、ゆっくり、ライブレポートなんかをしてみたいと思っておりますので、もし気になる方いらっしゃいましたらその時までお預けごめんということでよろしくお願いいたします。ということでね、また次回の動画112ですね、次は112の動画になりますけれども、そちらの方でまた、お会いしましょうということで、お相手はユークスターダストでした。ではまた次回、See ya!